はい、おはようございます。それでは本日もユニークキャリアラウンジを始めようと思います。本日 MC を務めます、落合慶太と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはじめに私たちが行っているこちらの取り組みについて簡単に説明させていただきます。えっと、毎朝、お1人ずつユニークな生き方、働き方をされております29歳以下の方をお招きさせていただいて、現在に至るまでのストーリーをインタビューさせていただいております。 このインタビューを通して、その方がどういった反省を過ごされてきたのか、その中での困難の乗り越え方や、当時どう感じていたかをお伺いさせていただいて、まあ、同世代、もしくは他の世代にとって、今、ぶち当たっている壁を超えるアイディアになったりだとか、もしくは共感できるものを感じて気が楽になったりすることがあったりだとか、まあ、そういった情報交換だったり、アイディア交換のきっかけになればいいなと思って活動を続けております。 ということで、えっと、本日は、第八百八十六回。どんな失敗挫折も、自分自身で乗り越えられる。ロスカ株式会社高橋心さんの人生の軸とは、ということで、あの、本日は高橋さんにお越しいただいております。本日はお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。と、それでは、えっと、まず初めにですね。えっと、まあ、高橋さんのことも初めて、あの。 あのお伺いする方もいらっしゃるかと思いますので、まず最初に高橋さんの自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうかはい、はい、では改めまして、私、高橋心と申します、はい、北海道出身で、大学時代に東京の方に上京してきました。 まあそこからの紆余曲折あって一度大学をドロップアウトとかもあるんですけどもまあ1社目はあの渋谷の方にあるえベンチャー企業にですね新卒の1期生として入社いたしましてまあ上場中準備中の組織でえエンジニア採用のコンサルティングチームのリーダーを担当しておりましたでそこからの上場を経験した後にえ今の会社であるロスカ株式会社に1人目の社員としてえ入社いたしましてえ現在行っていることとしましてはエンジニア専門 専門のキャリアアドバイザーとして、転職のご支援であったりだとか、フリーランスの独立支援を行っているというところと、エンジニアを採用したい企業様へのです、ね、採用コンサルティングというところをリーダーとして行っております。 はいよろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。じゃあ、本当に最初の1社目から、1社目も現職のところも、ベンチャー畑というか、はい、そういったことで、まあ、1社目だったりとか、本当、初期メンバーとして活躍されていた高橋さんなんですけども、今の現職のところは、主に本当に、はい、じゃあ、エンジニアの方と日々接する仕事が多いんでしょうかあ本当におっしゃる通りですね。毎日あの、何人のエンジニアの方とも。 たたたくさささんおお会いいいいいせせていただいてててだだ話しさせていただいてますね 1>, なんか1日にどれぐらいのエンジニアの方とお話しすることが多いでしょうか、はいでかは少なくても1人、多いときだと本当、6人とか連続で面談が入っていたりする感じです、ねああ。じゃあ、本当、それぞれまあ30分とか,なんか1時間とかお話しして、なんか、ののプロジェクトに、はい、まあこの方だったらこのプロジェクトに合いそうだなみたいなところをかん、まあ、考えて、一緒に並走しながら考えているような形なんでしょうか。 あそうですね、しっかりその方の叶えたいキャリアビジョンっていうのをお伺いさせていただいて、現実的な範囲で、はいあのー、キャリアのご提案をさせていただいているって感じですね。はい、このなんか結構、ヒアリングされてるたりとか、いろいろされてるかと思うんですけど、なんか意識、はい、高橋さん的になんか意識されてることとかあったりとかするんでしょうか。 あそうですね一言で言うとあのヒアリングじゃなくてインタビューするっていうところをすごい意識しておりまして、うんまあ、ただ単にあの表面的ないくら欲しいんだとか通勤時間どれぐらいがいいんだっていう質問は、まあ、言うなれば誰でもできるのでもっとその人が本質的に人生の価値観として何を大事にしていてどういうような軸を持って意思決定をしていくのかっていうところを引き出せるようにインタビューしていくっていうのを一番意識してますね。 ああじゃあ本当にまあエンジニアのまあ寄り添うというか、本質的なところはどこなのかみたいなところをまあ一緒に考えながら、はい、まあベストなあの、まあ、そこの仕事、働く場所みたいなところをこう提供されているみたいな形なんでしょうかそうですね。まさしく、はい。あ,ありがとうございます。はい、その今、現職の高橋さんはそういうお仕事をされているんですけども、まあ、それにるまでどういったまあ出来事があったりなのか、はい、まあどういった反省を過ごされてきたのか、そういうところあの、はい、今回お伺いできればと思っております。はい。はい はい、でと今回のインタビューの進め方なんですけども、うん、まあ事前に高橋さんの方でここに至るまでにここは自分の人生の転機だなって思い当たるところをあのモチベーショングラスとともにあの記録していただいております。と私の方でそれを言いいながら、はい、まあ過去現在未来という、うん 順であのインタビューをさせてていただければと思っております。はい、あの今回、プロフィールに触れられてなかった過去だったりだとか、意外な一面が出てくる部分もあるかと思うんですけれども、そういったところも楽しみながら一緒に進められていければいいなと考えております。はい。はい えっと、まず初めに、多分モチベーショングラフの中では、あのまあ、大学入学とか状況みたいなところを記載していただいているかと思うんですけども、はい、結構ちょっとその前にちょっと戻しまして、なんか結構ちっちゃい頃とか、どんなお子さんでどんな幼少期をなんか過ごされていたかって覚えている範囲で結構なんですけども、はいあはい、教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、幼少期、大学入学前でいうと、 まああの田舎でのびのびっていうのがまさしく当てはまるかなと思ってまして、まあ、私が住んでいたのがまあ北海道の中で一応札幌市ではあるんですけども本当に端っこの端っこもう地下鉄から電車で20分乗らないと着かないような地域で、まあ、自然と公園がたくさんあるような地域だったので、まあ、その中であの森を探検したりであったりだとか、はい、してのびのび育てて。 もらったっていうのと結構あの教育熱心な両親で長男だったっていうこともあって物心ついたま小学3年生ぐらいから高校3年生ぐらいまでずっと塾とか英語塾とかそろばん教室とか会話されてた、うん、まあ真面目に勉強もしていた少年かなとは思いますね。 で結構そこ習い事みたいなのは割と、とじと自分がやりたいというのも、うん、ご両親がこれやったらみたいなことがでやることが多かったんでしょうかいや、そうですね。まあ、ただ、結構好奇心旺盛な子供だったので、自分からやりたいって言いつつ、でも、まあ、勉強系は親からなかなかやめさせてもらえないというか。<laughs> はい <laughs> 結構なんかその中でもなんか中学校とかになると、まあ、反抗期が出てきたりっていうこともあるかと思うんですが、はい、そこは結構まああのあまりそのご両親に抵抗はされずお勉強されてたんですかあそこはそうですね割かしあのなんだかんだ自主的に絶対いい高校、うん、いい大学いい企業に入社したいって本当その時から思ってたので自分のために頑張ってた感じですねあじゃあもう本当にちっちゃい頃からそこの、まあ、ビジョンというか はい、ちゃんと勉強して、なんか将来設計していくんだみたいなところは結構、割と小さい頃から意識としては、はい、まあ意識的なのか無意識的なのかあったんですが、ねはい、いや、もうかなり意識的にありましたね。うん、親がまあ学歴結構高かったっていうところもあって、いい大学に入学しないと、いい人生を歩めないって結構本気で思ってたので、ね、当時は。まあそういうまあご両親の教育もあって、まあ、その考え方が自分にも、はい。 まあうまく馴染んでってまあ努力してまあ,あ勉強とかをされてたってことですね。そうですね。はい、うんうん。ありがとうございます。じゃあじゃあ本当にさかしえっと高校まあじ本実際にえっと受験とかされたのは高校から、うん、まあ小中とかはその公立の学校とか行かれてたんですか。そうですね。小中は公立の学校で高校大学と受験しました、うん。じゃあ本当にご両親がおっしゃっていたような本当、はい、まあいいキャリア。 というか、まあ、いい学歴の方を勉強して、うまくその希望の学校とかに行けたいということができたっていう感じなんですかね。そうですね。まあ、世間一般的なところよりは、まあ、りかしいい大学といわれるところには入学は、うんはい、できました。<laughs> ありがとうございます。最初の 天気すればと思うんですけど、はい、最初は大学入学ということで、天気、はい、として書かれているんですけども、はい、こちらどういったなんか出来事があったりだとかっていうところをご紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、それこそあの、大学入学、大学受験って、まあ、今まで小学校から勉強してたことのもう集大成を見せる場というか、 いううととところだと思うのと本当、まずはいい大学に行かないと、本当にいい生活、歩めないって、当時は本気で思っていたので、高校時代は死ぬ気で勉強して、しっかりあの第一希望で一番行きたかった学部、学科に合格することができて、まあ、すごいあの強烈な成功体験を得て、東京に自信満々に出てきたっていう感じですね。<laughs> かなりでも、ね、当時、まあ、北海道ずっと18年間ぐらい過ごされた北海道から、です18年間過ごされた北海道から結構東京に出てくっていうのは、なんか自分の中で、はい、葛藤というか、悩みではなかったんですか、はい、いや、でも本当、悩みとかはなくて、もうわくわくと期待感と、ようやく北海道から出れるっていう <laughs> 気持ちにあふれてましたね。じゃあ、本当に、まあ、希望の大学にも行けたし。 まあそういいううワクワクしたた気持持ちを持ってて上京されていたていうこととこなんですね、はい、そうです、ね、はい <laughs> 実際にまあその大学生活はどういったなんかどういったサークルーに所属世代だとかどういう学問を勉強されてたのかっていうところを教えていただいてもよろしいでしょうか、はいはい、あ,ありがとうございます、まあ、大学生活を大きく占めていたのは3つの事象が占めていまして、まあ、まず1つ目私が住んでいたのが北海道出身の学生しか ない北海漁っていう漁がございまして、も80年ぐらいの歴史がある漁で、私のお父さんもそこの OB だったりするよう,うな漁、ねはい、なんですけども、まあ、そこでの漁生活っていうのがすごく楽しくて、まあ、そこでの漁生活っていうところに時間を割いていたのと、まあ 大学であのフットサルサークルに所属していたので、はい、毎日サークルに楽しく通っていたのと、うん、まあ結構あのバイトも頑張っていたので、歌舞伎町の方で居酒屋にどですかってお声がけするのにもすごく頑張ってましたね。その3つにほとんど時間使っていなるほど、まあ、全然北海道にいたときは違う環境で。 まあアルバイトも違うことされてて、まあ、北海寮というまあ寮生活も始まって、ハー、はい、クル活動みたいなところも始まって、まあ、すごいワクワクな大学生活だったのかなと思うんですけども、結構サークルとかの中で、高橋さん、どういった立ち位置になることが多かったりっていうのは、そうですね、はい、サークルの中ではフットサルサークルと言いながらも、フットサルを ほぼやらずに飲み会ばっかりやってるサークルだったんですけど、まあ、わりかし、そのサークルの中でも率先して飲む、お酒を飲むような、<laughs> 盛り上げるような、ムードメーカー的なタイプだったとは思いますね。はい、あれと昔からそういうタイプだったんです、それとも大学から急にそういうタイプになったのか、っどっちになるんでしょういや、もう本当、小学校の時からずっともう、 プラスでは一番騒いでるようなポジションだったと<ー>、はい、客観的に思いますね。昔から本当ムードメーカーで、サークルでもそういった形で、まあ、ムードメーカーとして、うん、あの。はい、まあ、お酒の場を盛り上げたりっていうことをされちゃうってうことですね。そうですね。はい。<laughs> ありがとうございます。あと、寮生活のところ、えご質問、まあ、はい、ご質問なんですけども。うん、寮のところは、なんか、結構、やっぱ、実家ともギャップみたいな。はい、まあ、いい、いい意味で、悪い意味で、なんか、そういういろいろギャップとかあったりとかしたんですか。 あもうギャップしかなくてめっちゃくちゃに上下関係が厳しい寮でああもう先輩が言うことは絶対みたいな世界だったので最初入った時は親に騙されたっていう思いでいっぱいでしたね。へ <laughs> <laughs>、えー、そうなんですなんか寮で上下関係ってあんま聞いたことが私自身ないんですけど、はいはい、なんか具体的になんかどういったなんか先にお風呂入っちゃダメとか,なんかそういうルールとかあったんですか、はい 具体的には同じ空間に先輩が入ってきたら必ずおはようございます、こんにちは、こんばんは、のいずれかを言うっていうのとそれはまだいいんですけど大変なのが同じ空間からその先輩が外の空間に出るときに失礼しますって絶対言わないといけないんで、えー、はい、間接視野で先輩を視野に入れつつちょっと出たら失礼しますってすぐ言ったりであったりだとか、えー、先輩に怒鳴られながらえっ、ー、と寮に 効果みたいな量化っていうのがあるんですけど、それを歌うイベントであったりだとか、本当、毎日にいとまがないぐらい、状況が厳しいエピソードがあります。そうなんですよ、ね、私自身、なんか周りで寮生活してる人を何人か知ってるんですけど、そういう話な、<laughs> なんか初めて聞いたなと思ってたんですけど、<laughs> あれのすごい特色がある寮だったんです、ね。<laughs> ああ、もうかなり特殊だと思います。まあ、歴史が80年あるっていうのと、全員北海道民で大学はバラバラで、自治寮だったので、 北海道とか国とかが運営している寮ではなく、本当、全部自分たちでやっていく寮だったので、もうそこ、寮独自の文化が80年間蓄積されてっていうのが、背景にあった感じですね、まあ、結構まあそういう大変な一年もある一方で、なんかやっぱり、ここの寮に入ってよかったなみたいなふうに感じる場面とかもあったりしたんですか。ったことの方が全然 圧倒的に多くて、まあ、理由としては本当、貴重な出会いがたくさんあったっていうところになります。はいまあ、例えば入、その寮に入るのも試験とかがあって、倍率で3倍の難関をくぐり抜けないといけないので、えー、ま,あまたちょっと学歴の話になっちゃうんですけど、まあ、東大生とかがたくさんいて、まあ、普通じゃ知り合えないような。 面白い思考を持った先輩方と知り合えたっていうのと。まあ、あの上下の関係がすごい強固だからこそ。まあ、本当にいろんな業種業界に。行った優秀な先輩とかとの。コネクションがすごくたくさんできたので。はい、結果的には入ってよかったなと思ってます。うん、そうですまあ、そういう大変な一面もありつつも、そういうふに、ね、まあ、それ以上に上回る。はい、まあ、そのコネクションだったりとか、人脈だったりとか。みたいな。と、はい、ころがすごい、まあ、今の。 まあ高橋さんのキャリアを形成している一部なのかなって思って、ちょっと私の話をなっておりました。は,い、はい、ありがとうございます。あと、最後の軸,軸というか、大学生活取り組み、はい、アルバイトみたいなところ、はい、もう割とそこの、はい、まあアルバイトの、まあ、自分の役割みたいな立ち位置みたいなところはどういったところを担うことが多かったんでしょうか、はい、あそうですね、すごいめちゃくちゃ特殊なバイトをやってまして、居酒屋、自分の居酒屋に、 お客さんを呼び込めば呼び込むほど、まあ、青天井でお金がもらえるっていうお仕事だったので、まあ、とにかく必死にお金を圧倒的に他の人より稼ぎたかったので、たくさんの人に居酒屋どうですかって言って <laughs>、自分のお店をおすすめして入ってもらってますね。 いや,でもやっぱり結構断られることも多いんじゃないのかなって思うんですけど、はい、そこのメンタルの保ち方というか、はい、モチベーションの上げ方って、高橋さんの中で工夫されてたことってあったりするんですかはい。あ、そうですね。まあ、あのーま、仕事は仕事って、まず心で割り切るっていうのが一番のコツで、最初は確かに恥ずかしかったりだとか、 あなんか断れて嫌な気持ちになったりするんですけど、そこのメンタルさえ切り替えられれば、本当、何も感じなくなってくるので、あとはあのアクションの数を増やすっていうところを意識してますね。あじゃあ、本当に行動するのみっていうのと、なんか割り切ってっていうところ、かつ今日なんか意識されてたんですね、はいうん、そうですね。はいうん ありがとうございます。そんな形で、まあ、3つの軸で大学生活を過ごされてきて、はい、ちょっと次のフェーズに移らせていただくんですけども、はい、次のところで、はい、まあ大学の休学みたいなところが記載していただいているんですけど、はい、そこのなんか経緯というか、どういった流れでそういった形、決断をされたのかっていうところを教えていただいてもよろしいでしょうか。はいはい、あ,ありがとうございます、まあ。ここの決断に関しては結論、自分じゃなくて、もう両親があきれて北海道に連れ戻された、連行されたっていうのが正しい。<laughs> ですはい。そうでですねはいでもちろんあの理由としては、まあ、その3つは頑張ってたんですけど逆に言うとその3つしか頑張っていなくて一番大事な大学に通って、えー、学問を学ぶ勉強するっていうところもほぼ行ってなかったんですよ。でもちろん大学も留年してしまって親も自堕落な生活するなっていうことで一度あの 親の目の届くところに来いっていうので、あの強制連行された感じです、ね、でも、かなり高橋さんとしては、その当時、すごい充実された大学生活を送られてて、うん、そこからご両親から、北海道ご両親からそういう声があって、はい、やっぱり反発みたいなのはあったんですか、はい、そこに対しては。そう 今、今だ、私の声聞こえますかあ、今は、はい、聞こえますああ、大丈夫です。すいません。<laughs> はい、はい、すいません。ちょっと一瞬止まっていて、いえいえはい。そこの、まあ、あの、多分大学生活充実されてて、その一方で、ご両親からも声があって、あ、ちょっと大丈夫ですか電波が。 あ、大丈夫ですか、すいません。はい、はい、大丈夫です。はい、でそこの大学生活を送られて,てやっぱりすごい充実された大学生活を送ってるように見えたんです、はい、そこから北海道のご両親からちょっと戻ってこいって言われて、結構反発みたいなものは当時あったんですかいや、でも正直、まあ、こうなるようなというか、あ<ー>ずっと目を背けてた現実を突き詰められたような形なので。<laughs> おとなしくしく従って帰りましたねあ、まあ、本当、まあ、そう自覚もあったけど、やっぱり両親にやれて、あじゃあ戻るかっていう形になったんです、ね、そうですね、はい、うん、もうこれは反抗できないなという感じで。本当に、じゃあ先ほどの、まあ、ご両親の考え方みたいなところが、すごい共感できる部分があるからこそ、うん、まあ今回の、まあ、帰ってこいっていうのも、なんか素直に従ったというか、うん、素直に受け入れたっていう形なんでしょうかね。 そうですね、まあ、どちらかというと、もちろん大学の学費も寮の,のお金もすべて親に出してもらっていたので、親に帰ってこいって言われたら逆らえないよなっていうので、本当に渋々、いやいやながらも、一旦北海道に戻ったっていう感じですね。その日北海道に戻られて、でその北海道に戻られてからは、北海道で何かをされてたんですかいやそうなんですよなんか元々あの、まあ、結論 バイトとかいろいろ頑張ってて、学費貯めて戻ろうと思っていたので、夜までコールセンターでずっと働いて、で夜からは、まあ、親にほぼ内緒のような形で、はい、また居酒屋の客引きが一番手っ取り早く稼げるじゃんって思ってたので、うん、あじゃあ、すスのでやろうと思って、すすきのでまた居酒屋の客引きをやってた感じですね。うん、あじゃあ本当に、まあ、前輩のアルバイトの経験がすごい生きてる。はい またその客引きみたいなところもされつつも、そのコールセンターみたいなところもやられてたんですよね。そうですね、はい。ちょっとそのコールセンターみたいなところは、なんか急にパッと出てきた感じがしたんですけど、はい、そこはなんか単純に時給が良かったとか、そういう感じなんですか、ねうん、いや、そこはなんか知り合いから紹介されてっていうのと、 まあ親に無理やりやらされてたみたいな感じですね。何かしらやれっていうことなんですかね、その仕事そうですね、あの昼から活動性っていうので。でも本当にじゃあ、一日の大半を働かれてたっていう、まあ、お昼、日中はコールセンターで、はい、夜は客引きで、すごい、なんか自分の時間というか、はい、本当に自由に使える時間というのはすごい、はい。 あの大学時代に比べてすごいぐっと少なくなってるのかなっていう気がしたんですけどもそ,うい、はい、そのところはなんかどういった形とか実際大変だったんだとかっていうのはあったりしたんですかはいあでも実際は本当に良くないんですけどコールセンターの方は肌に合わずにすぐ辞めたっていうのと自分の実力次第で給料が変わらない仕事はできないなと思って、はい、もう居酒屋の客引き にめちゃくちゃ精を出していって、うん、あと月に休み2回とかで働いていた感じですね。じゃあ、それ以上にも、はい、なんかその休、自分の休み以上にもっと自分が稼ぎたいなっていう気持ちの方が強かったんでしょうか、うん、当時は。そうですね、自分の休み以上に、本当にあの誰よりも売り上げを負けたくないっていう思いの方が強すぎたので、うん もう休みたたくないいっていう感じでしたね当時はじゃあ本当にそこの、まあ、負けず嫌いな気持ちというか、負けられないなみたいなところ、はい、自分がその一番のなんか売り上げのところへ、はい、定着していきたいみたいなところは、はい、やっぱり気持ちとして強かったんですか、ねはい、そうですね、もう一度、売り上げをもう本当にエリアでどう考えても1位を取ったからは、もうそこから落ちたくないっていう思いが強くて。うん それにばっかり声を出してましたね。うんそうなんです。そういう、なんていうんですかね、そのずっと自分を向上させていくだったりとか、周りよりも高い位置に行くみたいなところは、多分今のお仕事ともすごい通ずる部分があるのかなって思って、はい、あの私自身も個人的に思ったんですけど、うん、ここら辺やっぱそういうふうに感じる部分が多かったりしますか、はい、あでも本当にそう思いますね。そこであの自分の仕事に対する価値観とか、うん は大きく形成されたとと思いいまますす、はいうん、ありがとうございますじゃあまあ北海道に戻られて、まあ、そういうコールセンターやったりだとかあの夜の街でそういう客引きをしながら、はい、高橋さんを過ごされてたということで、まあ、ちょっとその次のちょっと天気に移らせていただくんですけども、はいはい、ここであのベンチャー企業入社ということで記載をしていただいているんですけどもこの客引きとかやっている後にその後にまあベンチャー企業に 入社するっていう、なんか経緯みたいなところを教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい。で、結局、あのー、経緯としましては、客引きっていうところが、まずうまくすごくいっていて、な、い、いっていたので、もう大学を辞めて、この世界で生きていこうっていうふうに思っ。 で大学辞めて、まあ、自分はあのメンバーも抱えてまとめるような立場でもっとお金も稼いで本格的にやっていましたと、ただ自分の中でどこか、まあ、理由としては2つあるんですけども客引きの世界から抜けたいなと思ってまして、まあ、1つは、えー、と単純にずっと心配かけていた両親が心配してるんで、まあ、良くないなっていう、もう少し安心させていただて。 安心させたいなっていうのがもう一つと、もう一個に関しては、もうずっと売り上げがトップだったので、まあ、自分の営業力っていうときに当時はすごいあの自信があって、ちゃんとした昼の営業組織に入社しても、まあ、自分ならやれるんじゃないかってい思いがあったんで、まあ、腕試しをしたいっていう思い、2つ、まあ、なんとなくあったときに、それこそちょうどあの北海道、さっき。 ご説明させていいたただ北海道の時の仲良かった2つ上の先輩が今、自分の会、あのー、私の1社目になる会社にいいポジションで勤めてまして、まあ、すごく勢いのある企業で貴重な経験できると思うから入社してみないかっていうふうに誘ってもらって入社したっていうような経緯ですね。はい、結構そのお知り合いからね、ご紹介とはいえなんか急にそこのベンチャー企業の会社に飛び込むっていうのは。 まあ多少はすごい不安はあるのかなと思ったんですけど、はい、そこに関しては当時どういった心境だったんでしょうか、はい、あいや、でもそうですね、本当、不安よりも、あ、ラッキーだったなっていう思いの方が強くて、はい、なかなかコネクションがないと、急成長中の企業を辞やめた人間が入社できるなると思うので、わり、はい、かし即決してしまう。 なんかチャンスというか、ここは拾っておくべきチャンスだなっていうのは、はい、自分の中で直感であったんですかね。うんうん、あそうですね、はい、直感で、もうこのチャンスは逃しちゃいけないなっていうのと、はい、このタイミングで、その昼の仕事に戻らないと、ずっとだらだら続けちゃうなっていう感覚は漠然とあったので。うん す決断しました、はい、また自分の中でのけじめみたい、けじめというか、みたいな感じだったんですが、はい、その客引きやめて、まあ、その IT の真正面の,なんかその業界というか、ね、うんうん、挑戦されたら、はい、もうそういうなんかご両親へのなんか今までのなんかなんか生産というか、うん、か自分への決別というか、みたいな感じでもあったんでしょうかね、当、はい、そうですね、両親への安心させたかったとっいうところと、もちろん、あと人生も逆転するとしたら、 そういう勢いのある IT 企業、業界的にも伸びていて、会社的にも伸びているところで、まあ、圧倒的な結果を出すしかないなと思っていたので、の選択肢を取るしかなかったっていう感じです、ね、<laughs> やっぱなんか、そこの、まあ、先を、のキャリアを考えていくみたいなところは、やっぱりちっちゃい頃からすごい考えてた部分ではあったのかなっていうのはい、やっぱそういうところもご両親の、まあ、教育はすごい、なんか、 生かされてる感じがしそうですそうねまあただ当時はもう両親が思い描い両親と自分が思い描いていた人生とは大きくかけ離れていたので私はもともと大きなテレビ局に入社したくて大学受験も頑張っていたんですけどもう大学を卒業できなかったのでもうベンチャー企業で結果を出して成り上がるっていうルートしか なかったったていう感じですねその選択肢を取るしかなかった感じです。で、えーまあ、その客引きとまた今の IT 業界って、もうだいぶ、まあ、本体のまあビジネスの考え方とか交渉力みたいなところはまあ通ずる部分があるかと思うんですが、はい、まあ実際の業務内容ってかなり違うのかなっていう印象はあるんですけども、そ,ね、<laughs> そこのまたそのギャップみたいなところは、なんか当時悩まれたりとかした感じってあるんですか、はい、あ本当にまさししくおっしゃる通り でめちゃくちゃに悩みまして入社した時は本当にあの、まあ、半年もしたらここにいるメンバー全員圧倒的に抜かすんだろうなって本気で思って鼻高々と入社したんですけど自分が入社してからはまず IT 用語も分からないところの騒ぎじゃなくビジネス用語も分からないしなんか敬語も 下手くそだよってみんなに言われるし、本当に社会人としてのいろはを学ぶところからスタートしたので、半年じゃ本当に何も大した結果は残せず、すごい天狗の花が折れたというか、自信が、自信とプライドが本当にボコボコに折れた最初の半年でしたね。 えなんか結構、そこの半年間で、ちょっとボコボコにされたっていう表現されてましたけど、はい、そこはなんかどういうふうにモチベーションを頼まれてるのか、でも結構、もうやめちゃいたいなとか思ったりとかしたこともあると思うんですけど、なんかそこのモチベーションの保ち方というか、うん、どういうふうに困難を乗り越えてたのか、はい、まあ先輩に教えてもらったのかとか、なんかそういうところをなんかその当時のモチベーションの上げ方みたいなところをお伺いしてもよろしいですか、はい、まあその当時の工夫というか。はい。はい えっと、モチベーションとしては、もう本当、尽きるのが、大学を辞めたことを絶対後悔したくないなっていうのと、同じ大学卒業したメンバーに負けたくないな、後悔したくないっていう思いがあったので、ま、だったらこの組織で結果出さないと、まあ、絶対後悔しちゃうなっていう思いがあったので、とにかく頑張れたっていう感じですね、モチベーションの保ち方としては。 本当に自分が選んだ道が、まあ、後悔とかじゃなくて正しい道だったんだって証明するというかみたいな感覚そうです、はい、あの両親に向けても小学校から塾を入れていて東京の私立大学に入れてるんで、まあ、言うなれば莫大なお金がかかっているので、うん、あの大学辞めちゃったけど今人生うまくいってるよねって両親に思わせないと申し訳なかったのと自分の気持ち的にも。うん 後悔しちゃうんで、はい、もう結果出すまで死ぬ気でやろうっていうふうには思ってましたね。うん、んじゃあ本当にそのモチベーションというか、まあ、今までの、まあ、やり方だった考え方みたいなところが、はい、まあ自分の中に信じててうん、うん、で、まあ、ちょっと反骨精神というか、まあ、この選んだ道を成功というふうな形にして、はい、自分がしていくんだっていうなんか勢いというかいうところで、まあ、当時仕事されてたんですか 大丈,大丈夫そうですか今、聞こえますかです。はい。ああ、すいません。えー、はい。で、まあ、今の、あ,あの、前職のベンチャー企業さん、まあ、過ごされてたいの。はい。その次に、ちょっと天気を移らせていただいて、はい。まあちょっと次、なんか、上場という言葉がパッと出てきたんですけども、こちらはなんか、どういった形だったのか、教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、あ,ありがとうございます。はい。まあ、私が入社した時は、それこそ、あの、組織として、 今からあの上場を目指していくぞっていう時期だったんですけども、まあ、そこから2年半ぐらいですかね、たったタイミングで、無事にあの会社としても、まず一つ目の目標としていた上場を果たすことができて、まあ、私もあのそのときには、ある程度結果を出していて昇進していたので、リーダーとしてえマネジメントをやりながら上場を経験できたっていう感じですね。じゃあ本当そこの、まあ、すごいなんか 結果が聞くとはすごい、はい、すごいなっていうのが、率直な感想ではあるんですけども、はい。そこのやっぱ上場とかになると、結構社内の動きとかも結構バタバタしてたりとかすると思うんですけど、はい、まあさっきの、あの、まあ、仕事のところが、はい、あの、最初うまくいかなかったところから、どういうふうになんかうまく軌道、いい軌道に乗せられたんでしょうか、当時。はい、ありがとうございます。そうですね、一番の要因としては、やっぱりあの、 実感も使って努力したかなっていうところが第一に出てくるところで他のメンバーよりも、まあ、圧倒的な成果を出すためには他のメンバー以上に知識をつけないといけないよなっていうのと当時からの暗記力っていうところにはあの受験勉強で培ったものですごく自信があったのでそこで勝負しようっていうふうに思って他の人が苦手としていて 覚えづらい領域をあえて自分は覚えていこうっていう戦略をとって、その領域を覚えて、そこの領域に特化させる能力をつけたことで、他の人より結果を出すことができたっていう感じですね。じゃあ、本当、会社の中で唯一無二の立ち位置みたいなところをそうですね。ははいこの領域に関しては まあ変な話取締役より心の方が詳しいから、うん、心に聞いた方がいいよねっていうところまでは持っていくことができましたね。ああ、じゃあ本当にまあ時間とか努力とかをそこに投下してて、スペシャリストみたいなところの立ち位置に上がっていったっていう形なんですかね。そうですね、はい、まさしく本当におっしゃる通りですね。 もう結構そこの、まあ普段の業務やられながら、そこのまあちょっと特殊な知識みたいなところをつけ、あの自分の中で蓄えていく、覚えていくっていうのは、かなり時間的にも結構大変だったんだろうなっていうふうに思うんですけども、そこの時間の管理のされ方とかは、なんか当時、どういうふうにされてたり、はい、工夫されてたこととかございますかあ、はい、あります。それで言うと、早起きもも,もともと、 まあ受験勉強で培った能力かなっていうところで得意ではあったので十時会社なんですけど仕事があの9時に出社して誰もあまり人がオフィスにいない状態で朝1時間集中して勉強するっていうところを、はい、一番のリソースとしてあてがっていて管理してましたね本当にじゃあ割とその受験時代の能力がすごい活かされてる場面が多かったんですかね早起きとい記憶力といい。うん はい。あ、今思うとそう思いますね。なので両親にはあのそれが今も仕事に活かされてるから。うん あの時の塾のお金とか無駄じゃなかったよって言い続けてます、はい、じゃ本当に回り回ってというか、まあ、当時は多分そういう使い方をそと想定しなかった、高橋さんもそうですし、ご両親も想定しなかったと思うんですけど、意外なそういう巡り巡って、ねはい、なんか今、なんか記憶力とか、なんかそういう習慣作りみたいなところが回り回って、はい、そういったところになんか生かされてるんですかねあ。生かされてるとすごい思いますね。勉強してよかったなと、今になっては思います。はい ご両親としては、なん,んですかね、まあ、そこの、まあはい、でちゃんとあの、まあ、れ塾通わせてよか,ったよかったなみたいな感覚は、ご両親も持っていらっしゃるんですか。はい、やっぱそういう能力が身についたというところは。は,はい。まあ、思ってくれてるといいんですけどね。で,でもたまに <laughs> 本当に学費もったいなかったねとか言ってきますけどね。<laughs> <laughs> まあ、そうですね、ありがとうございます。 で、まあ、そこの会社、一社目の入社されたベンチャー企業さんで、はい、まあ、上場を果たして、まあ、だんだん、まあ、ビジネススキルだったりとか、はい。あの、実績も出す、どん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 出されていた高橋さんなんですけども、はい、ちょっと次のフェーズに移らせていただきまして、はい、で、あの、ロスカ株式会社さんに、はい、まあ、転職ってなんですかね、という形で入社されたかと思うんですけども、この経緯みたいなところも教えていただいても、はい、はいでか。はい。ありがとうございます。そうですね。経緯としては、 まず、えーと、上場準備中のところから入社して上場っていう、まあ、フェーズとしては、まあ、ある程度組織が出来上がっていって、そこを一気に大きくする、1を100にするっていうフェーズはもう経験できたので、ちょっと違うフェーズの会社を経験したいな、今度はその組織を0から1にするっていう。 経験をしたいなっていうふうに、もう漠然と上場後から思うようになっていて、でちょうどいいタイミングで今の代表に当たる、えー、ものが元々、もともと1社目の時も顧問とかで携わっていて、付き合いのあった人なんですけどが社、会社立ち上げたばっかりで誘ってもらったので、まあ、私自身が経験したいフェーズだったっていうところと、まあ、その会社の思いっていうところに賛同して入社を決めたっていう感じですね。うん ありがとうございます。まあ、すごい、はい、あの、事、まあ、業のフェーズとしてね、一回100やったから、次は0から1という形で、また、はいあの、そのキャリアをすごい先を見通されて、今のロスカさんに入社されたということなんですけども、はい、結構当時そこの、今のロスカさんの代表の方は、はい、高橋さんをなんか誘われたのって、なんか一、ね、人目の社員ってすごい重要だと思うんですけど、その高橋さんを誘われたのって、なんか理由というか、 なんか光るものが当時あったっていう、なんかたぶん後日談になるかと思うんですけど、なんかそういう話で聞いたりとかしましたはい。いや、あの、そうですね、後日談聞くと、まあ、ある程度ノリだったよっていう話もあるんですが、<laughs> はい、まあ最低限同じ業界で、あの、ちゃんと結果を出して、ある程度結果を出していたっていうのは、うん、はい、見ていたと思うので、まあ、大丈夫でしょうっていう。 結構ノリと勢いで決める人ところもある人なので、それで決めたって言ってました、ねああ。そうなんです。まあ、ノリと勢いョイドちゃんと、ね、この数年間、ちゃんと実績も出してきたし、まあ多分努力されている姿、はいろいろ最初から知識をにつけて、スペシャリストになったみたいな。この経緯もちゃんと見られたんですかね、うんうん、きっとあ。そうですね、そこははい、もう一緒にずっと仕事していて、よく飲みに行ったりはしてたので、はい。うんうんうん まあその今、1から100経験して、0から1にまあ関わられてたと思うんですけども、やっぱそのフェーズとして違うっていうのはあって、また違う大変さみたいなものがあったんですか、はいうん、あもうそうですね、本当、何から何まで違うなっていうところで、最初はもう苦戦しましたね。なんか具体的になんかエピソードというか、これ苦労したなとか、はいあ、でもこういう苦労あったけど、こういう風に乗り越えたなみたいなエピソードってございますか はいいありがとうございます、まあ、苦労したこととしては、まずあの入社して、自分が営業マンとして、もちろんもう数字を出さないといけないと、もう代表と取締役と自分しかいないので、ってなった時に、今までいた組織って、すごいバックアップがあったんだなっていうところに気づきまして、言っても、あのー、事業部に40人とかいて、 会社的なバックアップもあって、後ろ盾があったっていう状況で数字を作れていたわけであって、で入社したらもう本当何もないわけですよ、取引先もないですし、あのお金もないですし、本当すべてを自分で調達してやらないといけないっていうところに、すごく苦戦して、まあ、結果的に本当すごい自信満々で入社したんですけど、あの、一件も制約をあげれないっていう、本当自分じゃ信じられないような。 成果を一旦出したことがあってそこでまず一度すごい挫折したんですけど、まあ、そこからあの乗り越えられた理由としてはあのー、毎日、えー、代表とまた朝早くワンワンすることで明確にどういうアクションをとっていったらどういう結果が出てくるのかっていうところをタスクベースにまで落とし込んで、まあ、貪欲にとにかくアクションを起こして決めたことをやりきるっていうのを徹底して やっていく中で、あじゃあ,あの、リソースがないなりに決めていくっていうノウハウと感覚をつかむことができて、まあ、そこからはも一気にあの制約を上げれるようになって、会社を大きくする、木、まあ、枠材になれたかなっていう感じですね。こ、うん、このタスク管理みたいなところは、はい、なんかお互い、まあ、自分で設定されてたんですか、はい、それともなんかお互いがお互いにまあタスクを稼い合ってたみたいな形なんですかかどっちの方が多かったところありますか。 はい、あすみません、もう一度よろしいでしょうか、あすいません結構、タスクみたいなところ、でタスクのところって、まあ、自分で結構設定されてたのか、それとも、まあ、その代表の方とお互いにそのタスクを分け与えて,、はい、てたのかとか、なんかどういった形で進められてたんですか。はいはい、あそれでいうと、まあ、ある程度も自分でこういうふうに進めていきますっていう。 大枠のものは作っていって、まあ、そこにあのアドバイスと、まあ、ちょっとここ、こう書いた方がいいんじゃないっていうのがあれば、修正してもらっていたってていいたう感じですね結構、タスク管理とかで悩まれてる、はい、やっぱ社会人とか、すごい多いのかなっていうふうに、はい、あの私自身も結構悩む部分があったりとかするんですけど、高橋さん、とそと前の会社からそういうタスク管理みたいな、うん、まあ勝利だったりとか、PDC 回していくみたいなところは、と得意だったんですか、はい そうですねそこはすごいあの意識してやっていたので、得意な領域ではあるかなと思いますね。結構、タスク管理ってすごい難しいイメージなんですよ、はい、スケジュールどういうふうにするかとか、はい、かそこの設定のされ方とか、こういうふうにやれば、すごい効率的にクリアできるよみたいな、はい、高橋さんなりのスス、はい、タスク管理をどん,どんどんどんこなすコツというか、はい、やり方って、なんか意識されてたこととかございますか あはい、もちろんあります。えっと、まず大前提として、トゥードゥーリストを絶対活用した方がいいっていうのがございまして、えっ、ー、と、Google カレンダーのトゥードゥーリストを使っていたっていうのと、まあ、トゥードゥーリストを使ってもタスクを入れていかないといけないんですけど、タスクの入れ方としては、えっ、ー、と、優先度の高い、緊急度の高いタスクと、えー、優先度は高くないけど重要度の高いタスクと、 はい、忘れてはいけない事務系のタスクとかを必ず入れ込むっていうのと、しっかりあの優先度と緊急度っていうところまで記載して、トゥードゥーリストに入れていく。で、ひたすらあの優先度と緊急度の高いタスクを処理するようにポチポチしていくのと、逆にあの5分以下で終わるタスクが社内から依頼されたときは後回しにせずに、えー、よっぽどのことがない限りもその場でやるっていう、この、はい、3つを。 強く意識しました、ね、意識識しししままたねてす<ー>、はい、すごい具体的な Google カレンダーとか Google のトゥートゥーリストみたいな形でいろいろ具体的なやり方も出していただいて、はいはい、なんかすごい私自身も悩む部分があったりだとか、はい、多分他の、まあ、万人共通で仕事されてる方だったらね、そのトゥートゥーリストの処理の仕方だとか、こいつのいい進め方とか悩む部分があったので、すごい参考になるお話、ありがとうございました。ああ、いえいえ、はい。 まあ、その形の仕事もうまく、まあ、軌道に、まあ、多分どん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 乗っていって、まあ、最初は一人目の社員とその後も、まあ、どん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 入社されていった方が増えていった形なんでしょうか、うんはい、そうですはいもう本当にあのすごい勢いで人は増えまして抜ける人とかも多かったんですけども、はいまあ、私が入社してまだもう少しで2年ぐらいなんですけどもそこからもう来年のし 今年の4月には14人近くにはなるので、まあ、4倍ちょっとっていうところと、うん、まあ私自身ももともといた幼なじみであったりだとか、北海道の知り合いであったりだとか、まあ、友人を2人ほど入社させてっていうようなところで、組織を多くしていった感じですね、大きくしていった感じです。結構、そこは高橋さんがすごい、まあ、1人目の社員として先導してて、その組織、まあ、人材の採用だったりだとか。 まあ結構最初の状態でマニュアル作っていくとか、うん、まあ仕事を取ってくるだとか、はいはい、組織を作るみたいなところは、高橋さんが主導でやられてたんでしょうかそうですね、はい、もう本当におっしゃる通りで、どうやって決めていくかとか、その,あの土台作りっていうところは、すごくあの意識して、入社した当初は行ってきました、ねうん、そのゼロイチのフェーズにかかれてて、うん、やっぱすごいここ、やりがいだなっていうところ、なんかあったりとかしますか。はい ああでも本当にあのそうですね、一言で言うと、文化とカルチャーすら固まりきっていないところなので、そこをみんなで作っていくっていうところは、すごく今まで経験できなかった部分なので、やりがいって楽しいですね、はいあと。なかなかその1から100ってなると、割とまあ企業文化とか、企業情勢みたいなとか割ともう整っている状況ではあるんですけど、はい、その0、1とかが自分で。 何もかも作れる楽しさみたいなものがあったんでしょうかね。そうですね。はい、本当におっしゃる通りです、ね。はい。じゃあ本当に、まあ、今も、まあし、今の仕事もすごい波に乗っている高橋さんなんですけども、はい。なんか今後、会社としてでもいいですし、うん、個人としてでもいいですし、なんかそのプライベートのことでもいいですし、今後なんかこういうことをやっていきたいなとか、はい、成し遂げていきたいなみたいな目標みたいなものってございますかはい。 そうですねまずあの会社として、えー、目指していくところを成し遂げたいというのが、えー、大前提第一としてありまして、まあ、会社としては <laughs> 今あのすごく採用頑張っていて一気に人数が増えているフェーズなのでしっかりあの教育体制というところを整えて全員のメンバーの子たち私の部下とかのレベルを1つ上の段階に押し上げていくというところを、えー、頑張っていき くく年になってくるのでそこをまず頑張りたいいっていうのが一つですですそこから逆算して個人の能力としてどういうところが必要になるかっていうと、まあ、私のポジションでいうとマネジメント教育ちゃんとあの整えながらもしっかりノウハウを落とし込んでいくっていうところが必要になってくると思うので今治としてはそこを頑張りたいなと思います。はい なんか、割とそこのお仕事のところで、ねマネ、マネジメントみたいなところを、まあ、強化どんどんしていくとか、マニュアル作っていくみたいなところをされるかと思うんですけど、はい、なんか、プライベートの軸とかでもなんかあったりとかしますか、プラスで。はい、あっ。ちっちゃいことでも大きいことでもあ、ね、あ、はいあい,えいえ。あ、プライベートの軸で言うと、まあ、あの、婚約しようかなって思ってるので、はい、婚約指輪を買うためにお金を稼がないといけないよねっていうのが、まず一つあるの、うん、で、まあ、そのために、あの、 結果を出せばしっかり給料を上げてくれる会社なので、結果を出さないといけないよねっていうところから、その軸でもあの仕事は頑張ろうっていうモチベーションで、給料を上げれるように頑張ってます、ねはい、なんかまあ守るものがあれば、頑張れるというかう、ねはい、めちゃくちゃかっこよく言うと。 まあなんか自分だけのために頑張るっていうだけじゃなくて、まあ、そういう、まあ、家族だったりだとか、そういう方もいるから、より頑張れるというか、と、はい、ところもあったりとかかすするんですかねあそうですね。はい。本当に、今はそうですね、はいうん。ありがとうございます。 高橋さんもこういう形でまあ将来やりたいことだったりとか、まあ、過去、現在で、未来という形で、今、いろんなところ、はい、角度からお話しさせていただきましたけども、はい、まあ今回、いろんなその人生経験をされた上で、まあ、同世代だったりとか、なんか他の世代の方に向けて、はい、まあ自分がこういう経験したからこそ、伝えられるメッセージというか、そういったものってございますか、はい 一番伝えたいところとしては、まあ、どんなに大きい失敗とか挫折をしちゃったとしても、まあ、自分次第で、で、えー、頑張ればなんぼでもやり直し、リカバリーが効くよっていうところかなと思っておりまして、まあ、私自身、まあ、大学入学までは、まああのー、<laughs> 順調だったんですけども、大学辞めるって、まあ、なかなか結構な大きな失敗だと思うんですよね、数ある失敗の中でもそれでも。 まあ結局その後にリカバリーできるように仕事頑張るであったりだとか諦めずに貪欲にやっていけば、まあ、あの今はすごいいい人生歩めてるかなっていうところも自分で思ってますしリカバリー全然できたなと思っているので1回の失敗で全てを諦めないでほしいっていうところが一番ですかね。 はい、あそうですね、まあ、そういうふうに、まあ、どんな失敗でも、まあ、なかなかその大学の中退されてみたいなお話も、それを今、結果的にはあの、まあ、すごい成功、まあ、それが逆にあったからこそ、今の高橋さんがあるっていうところ、もし逆にそのままね大学、だらだらしてたってあれですけど、うん、なんかそのまま大学に行って、そのまま普通の会社に入社して、だとまた全然違う人生だったかなと思いますし、はいうん、なんかそこを。 自分で正解にしていくみたいなところは、なんかすごい、はい、なんか、高橋さんがすごい今日話を伺ってて、まあ、エピソードとしてすごい感じる部分がございました。はい。はい、ありがとうございます。形で、まあ、ちょっとそんな話も伺ってたら、はい、まあちょっといろいろそろそろ時間が経ってきましたので、はい、ちょっと名残惜しい部分ではあるんですけれども、はい、一旦こちらでインタビューを締めさせていただければと思います。はいはい はいはい、ということで、本日はえっと第886回、どんな失敗挫折も自分自身で乗り越えられるロスカ株式会社、高橋心さんの人生の軸とはということで、本日は高橋さんにお越しいただきました。